日本の米軍基地でコロナ感染が拡大していることについて、韓国さんがまた頭の悪いことを言っているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。日本の確診者数は151人なのに、米軍基地だけで200人。矛盾したコロナ管理なぜ。日本内のコロナ19新規確診者数は100人台だが、沖縄県の在日米軍基地では少なくとも200人を超える集団感染が発生し、非常事態となった。しかし在日米軍側が正確な情報を提供しなかったため、日本国内の不安感が高まっている。日本政府の報道官格である木原誠二官房副長官は21日記者会見で、沖縄県の在日米軍海兵隊基地であるキャンプハンセン内で約200人を超えるコロナ19の集団感染が発生したという報告を在日米軍側から受けたと明らかにした。木原副長官は、確診者のゲノム分析を含めてオミクロン変異ウイルス感染かどうか検査を要請したと話した。20日基準で日本全域のコロナ19確診者数は151人と集計された。在日米軍の確診者管理は米国側が行っている状況で、日本内での感染より在日米軍基地内での確診者数の方がはるかに多い。最近米国から派遣された海兵隊員がオミクロンに感染し、一波万波広がったことが分かった。しかし在日米軍側が正確な確診者の規模、オミクロン感染の有無などについてきちんと情報を提供していない。在日米軍側は、隊員は行動制限を受けており、基地外住民との接触はないと強調した。しかし、今回確診判定を受けた4人は、基地の外に居住していることが分かり、管理に穴が開いたという批判が出た。このような状況は、在日米軍のコロナ19確診が激しかった昨年7月にも発生している。米日両国は、2013年に締結した了解覚書により、在日米軍関係者の感染状況は、基地司令官が該当地域の保健所長に連絡する仕組みになっている。しかし、米防総省が戦力運用に影響を与えかねないとして、コロナ19確診者数を一般に公開しないことにし、日本政府は仕方がないという立場を明らかにした。このため、この日、木原副長官も、約200人を超えると曖昧に発表した。このように在日米軍内のコロナ19確診者の管理が真っ暗に行われ、地域内の噂で感染情報を確認している状況だ。沖縄県の玉城デニー知事は、感染が収まるまで沖縄県内の軍人などの移動を停止してほしいと米日両国の政府に要請した。それでは韓国さんの反応です。今まで嘘をついていたということだね。日本は検査が自費だから、感染しているのもわからないのだろう。PCR 検査費用の自費負担転換による統計操作だったのに、そんな日本を称賛した記者たちは何を考えているのか。日本の統計捏造。昨日は、確診者も死亡者もいないなんて話になるか。コロナで死んだ人が、1万8000人の国から、コロナが突然消えるか？周辺国が嘘つきばかりだね。日本の嘘がついにバレたね。これから日本信者、売国奴たちはなんて言うのか。タイトルをまたこんな風に書く。ゴミ記者、200人が1日で出てきたのか。何週間も積み重なったものであって、米軍基地というその狭い範囲内で感染が起きるのと日本全体で起きるのがどうして同じなのか。さらに米軍なので日本人とは生活様式も違うのに、ましてや軍隊だ。日本はコロナの症状があっても検査を受けずに家の中で耐えているとか、でなければコロナの検査を受けても集計しないやり方で集計自体を中国がするようにみたいにパッシングしているのであって、こんな数字を信じるのか。日本が100人というのが嘘であって、米軍が問題なのか。日本の統計は重症患者が1日100人というのが正しい。検査をせず、死亡者のコロナ検査もしないから、感染者数が急減するのであって。あまりにも嘘だらけの奴らだから、
何を言っても信じられない。論理的に言っても、1億を超える人口のうち感染者が150人だが、在日米軍は200人だとすれば、これが正常な国家なのか？本当におかしな国ではないか。日本は統計処理が北朝鮮レベルである。海外で感染して入ってきたのであって、簡単なことも考えられないね。ということで、本当に韓国さんの頭の悪さにはどうにもならない感じですね。何人かはまともな意見を言っている人もいるようですが、基本的には読解力が全くなく、都合のいいところだけを抽出し日本を叩いているようですが、何人かの韓国人がアホなことを言っているというならまだ救いようがあるんですが、ほとんどの韓国人がアホなことを言っているので、もう本当に救いようがありませんね。米軍基地での200人以上が感染しているという記事も1日でとはどこにも書いてなく、クラスターが発生したとあるだけなので、おそらく直近でのトータル数だと思いますし、記事でも数字は米国が管理しているとあるにもかかわらず、やっぱり日本が嘘をついていたとか、本当に韓国さんの頭には何が詰まっているのか見てみたい気もしちゃいます。そもそも韓国さんでは毎日のように日本の感染者がああだったこうだったとすごく気にしているようですが、韓国さん、日本の感染者が多いとか少ないとか韓国さんに何の関係があるんですか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。